大阪万華鏡。吉行英介。1。北浜の父の事務所から、私は突然 N 所に降院された。私が N 所の出壁屋に入ると、そこには10日髪を切った無表情な少女の傍らに、小然と老衰した彼女の父が座っていた。その周囲を刑事たちが取り巻いて、10年過ぎた警部によって私たちは取り調べられた。座礼のように、儀礼的なデカ部屋で、あぐらをかいた白毛の混じった老警部が私に言った。チタコの父から、君を誘拐罪として告訴状を提出しているのだが、君とチタコとはどんな関係なんだ？私はその尋問に対して率直に答えた。チタコとは数日前、私が宿川の舞踊場の踊りの帰路を立ち寄ったある酒場で会ったのです。彼目は自分の勤めている官商の N 課長とやってきました。広しモスの着物に、紅帯を締めて、下げ髪に紅色のリボンを結んでいるのを見て、最初は一日恋愛の女学生かと思ったのです。チタコは同伴の N 課長が酒場に注文した甘美な混合酒を飲みながら、彼目は課長に、やる衣装店に注文した衣装代を支払ってくれるように懇願しました。するとしばらく N 課長は、ご自慢だと見える黒ひげをひねっていましたが、ようやく行く前かの紙幣を男北海が女に楽園で申すように与えて、チタコをあるところへ誘ったようでしたが、彼目は商人的な寝床が気に入らないらしく、これを拒絶すると、翌日の夜を借り約束していました。すると N 課長は不満そうに立ち上って、彼女を置いて帰っていきました。チタコはひどく憂鬱そうな顔をして狭苦しい椅子にうずもれていましたが、私が、自分の席へ誘うと、黙々として私のテーブルにやってきて、失礼ですが、私を天ヶ茶屋の家まで送ってください。と、彼女が言いました。私は少し酔っていましたが、チタコに壊れるままに、タクシーで家まで彼女を送りました。そして別れるとき私はチタコに接吻したのですが、それについて彼目は、あなた、忘れては嫌だわ。と、言うのでした。翌朝、宿川のアパートメントの独身部屋をノックする音で私は目覚めました。私はチェンバーメイドが新聞でも持ってきたのだと思ったのですが、入ってきたのはチタコでした。彼女は黙々として寝台の枕元に立っていましたが、しばらくすると寒さのために震えながら私のかけるかけるに入ってきました。チタコの父が苦しそうに咳をした。贅沢な機会でも見るやうに刑事たちが彼女を見たが、チタコは憂鬱そうに、また火鉢した男の破れた靴下を見つめていた。午後から神戸阪急電車で私はチタコを連れて行きました。私は海岸通りの女理髪店で、彼女に断髪するように勧めてみました。チタコは断髪にしたうなじを紺色の海に向かって心よさそうに左右に振ってみせました。私は元町通りの海外衣装問屋で極彩色の身の回りのものを二見買ってチタコに与えました。そこから私は彼女を連れて、白種女の一周する裏町へ行って、チョップ、ハウスのサルーンで、一夜そこの踊り子たちの仲間ニューを彼女にさせました。チタコはホルマリンの収納する、平気で汚い紙幣と交換される踊り子たちの低層体の中で、私と他愛もないことを喋りながら一夜を明かしました。
翌日になって再び千佐子は私のアパートを訪れてきて、当分、私から離れたくないと言ったのです。すでに私は千佐子の淡々とした気持ちが好きになっていましたので、別に不快は感じませんでしたが、一応帰宅を進めてみました。すると彼目は家庭と自分とは独立していると主張するので、私は千佐子と同棲生活を始めたのです。すると万年筆と手帳と思った警部は、千佐子に向かって尋問した。お前は、彼がただいま言ったことを認めるのか。千佐子は、その問いに対して明瞭に答えた。この人の言った通りです。それに目かけのしたことは、目かけ、格別悪いこととは思っていません。刑事が、失神したように青ざめた彼女の父と自宅を別室に連れて行った。老警部が私に言った。君は彼女と結婚する意思はないか。結婚する必要がありません。と、私がそれに答えた。警部が黙々として去ると、他の刑事がニヤニヤ笑いながら部屋に入ってくると、おい、うまくやってるぜ。告訴は取り下げるそうだ。だが、今後は断然あの娘と付き合ってはならん。君は帰ってよろしい。私は立ち上がると、輪郭のない調書の中で、あの娘さえ承知なら、絶対に付き合いません、と言葉を返した。すると刑事は一枚の調査を私に手渡ししながら、おい、しっかりしろ、あの娘はとんでもない雨だぞ。その調書をよく読んでみるんだ。警察の門を出て、私は卑猥に笑った刑事の顔を思い出しながら、渡された千佐子が女としてのリストとも思われる一枚の紙片を読んだ。さだ千佐子、女事務員。17歳。女学校は中途退学。15歳の時帽子に自ら身を任したことを告白す。なお、帽子との関係は今も続いていることを告白す。その間、帽子立大学生。某会社員、某教師等々と関係したことを告白せり、に、美貌な町であった。首に巻きつくようにタクシーが市街を埋めて、私の側を通り過ぎた。功労の鎧戸が閉ざされると、サキソフォンが夜の花のように開いて、歩きながらおしろいお花につける夜の女が、細路地の闇の中から、美しい足をアスファルトの大通りに描き出した。私は父の経営している、北浜にある貿易商会を出て、震災橋から恵比寿橋筋を道頓堀に向かって歩いていた。恵比寿橋下半の新京阪電車の広告塔のヘッド、ライトが、東道頓堀の雑踏が奏でる都会のかすれ声に交錯して花合戦の幕が切って落とされた。観察のない女たちも、新貨幣のおかげで夜の脇っ腹から彼女の惑わしい横顔を藍色の夜に表した。下水に向かって明滅する大電気時計が赤色に染められて、水上警察の快速巡航船が、女の小指のような尾を引いて光の点滅の下を通り過ぎるとき、美人茶屋のグランド、コンサートが聞こえてきた。お茶屋のぼんぼりの穂の白い光の中から、芝居小屋に掲げられたのぼりの列を俯瞰する。そこから中座の筋向かい、仮次郎飴の胃腸返しに言った娘さんから、一貫、ゆいわたを締め付けるように買ってきた包みの中から、古典の年がちらちら介在する、芝居裏の二枚看板、チャチナポンインにうっかり連れ込まれようとして、慌てて羽織芸儀の裾の元をかいくぐって、食小路地に出てくると、
鶴見源の板前が目の上色に塗った夜井の食楽地獄だ。立ち並んだ軽便ホテルの裏町から、ホテルのガラス戸越しに見える、赤玉の籠城のムーラン・ルージュが風をはらんでいる。反対に宗衛門町では、原価の中で、河合や芸儀の踏む床の足音がチャルストンの音律となり、ハリハンのすっぽんの霊に限界な世界を展開している。私は西道頓堀の縁切り路地の付近にある、古典書に混じって、横文字のマルクス経済学書もあろうと思われる古本大学の院書の書家の前に立っていた。やがて、院書の扉が開くと、もうもうとした支援の中のサルーンから、現実のデリケートな凶楽地帯が眼前にパノラマのように現れた。この部屋の電気炉を囲んで談笑する紳士淑女諸君のうちから、著名な数人を読者に紹介すると、あだ名、履歴、名前、恋のラブ、オン、ドラフト、外国帰りの女性格、西高陽。性の赤樹ありてオンドラフト、外国帰りの女実用家、大田美佐子。コケットリ、オン、ドラフト、かける映画社人気女優、名前幸子。酒飲みや、オン、ドラフト、酒飲み梅雨で成金になった商人、福井天伝。思想のイズム、オン、ドラフト、マルクス主義者、林田三郎、腐った歯茎の匂いがした。しかし、しばらくして私はその匂いが品のネガティブに塗られた香料であることがわかるのである。部屋の空気が女の温度を感じさせた。室内の浮気なバタン穴が、多数の男性によって作られた鋳型のように、陰銀に遠い巣に持たれていた。茶卓のクロース皮膚のシミをつけて、無常の快楽については妥協政治で解決する弾力のある男女が岡惚れ同士のように話し続けた。今日の皮の割られた藍色の壁に向かって、スモーキングを着た男たちが、自分の影に向かって挨拶をしていた。だが、諸君。よく見ているとこの男はいたずらに自分の影に向かって挨拶をしているのではなかった。人造人間のバネによって、その度に生きなないと。ドレスをつけた夜の女が写真に S 型となって現れるのだ。自定に女の好物でも残るように、公共学によって出し波色人の踊りが始まると、軍隊的な組織も生きない服に隠れて、部屋にいる人間の甘い唾液の中を、安南のかけるかけるが通り抜けるのだ。女性格も、女実用家も、映画女優も、成金も、文学者も男性を象徴した支配に満ちた白色の酒で唇を濡らした。唐突に、神奈くずのような幕が切って落とされて、野蛮な四重奏が苛立たしくなり出した。最初、私に与えられた霊場者公開のような音律の苦痛が、次第にエクスタシーに私を誘った。3. 道島ホテル付近にある夜間薬品店の売り子のリストと商用的な饒舌は女の温度に対してひどく遠近なのだ。午前0時を過ぎると死体のように冷ややかな銀行街から大江村を渡って瓶にほつれるある女が夜間薬品店に現れると、灯籠道でも歩くように青ざめて、淀川の水面に赤いレッテルの商標を投じた。金華遊戯室の縦縞の短いスカートの女が毛皮の襟に顔をうずめて、夜会バッグにしまった三角形のかけるかけるを彼女の母子名にして、梅田方面に立ち去った。間もなく、
カバーをかけたタクシーが夜間薬品店の前で止まると、中から、林田三郎が仕掛け花火のように召喚に駆け込んだ。磨かれた車窓に、西高陽の横顔がスプリングのついた船舶に乗船する女のように輝いていた。パーシーメーターがまた一展開すると大田美佐子が、丈夫のアメリカ人を連れて、中之島の方面から並木道を伝って現れた。福井天太が、水晶宮にいたヒラメのような女と出現して、しこたまゴム製品を買ってどこかへ消えた頃、私は生田幸子の胸にある深紅の希少、彼女のエメラルドの海峡から浮かび上がって自動扉のスイッチを押して、売品窓からソファに背広のまま仰向けに寝転んだ売り子を叩き起こすと、たぶら、すごろくのように、七分の運と三分の威術に身を痛くする。ドイツ製のサイコロを買うと、そのまますすり泣くように円筒状の夜の大阪を感じていた。4. 夜のブエールが剥がれて、灰色の壁にもたれて一夜を過ごした失業者が、赤と黒の市場の魚のように起き上がると、功労に現れた三色旗の天気予報旗を物臭そうに眺めた。割引電車の青い労働棒の炎のような太陽が燃えて夜が明け渡ると、半壊のビルデングの鎧胴汚れた袴を履いた女事務員がくぐり、表情のうせた勤め人たちが、破れたワイシャツから栄養不良の皮膚を覗かせて鏡のように磨かれた石像の建物に吸い込まれた。天魔天神に朝参りしたお花町の女たちが、再び眠る頃、北浜界隈は車だまりから人力車が一掃されて、取引市場を取り巻いた各商店では、踊り子がつけた腰の鈴のように電話が絶え間なく鳴り渡った。私がホテルの寝床からそのまま父の輸出免許事務所へやってくると夜の疲労を塗り隠した、脳化粧したタイピストが電話機の電源を叩くように、昨夜の記憶を白紙にうずめていた。昨今の上海投機の気まぐれで、金塊相場を有史以来の崩壊に導いた。その余波のためにこの輸出免許事務所は不況のどん底にいた。なぜ、この女タイピストの指のいたずらをよささないわけにいかなくなったかというに、金塊急落の最も大きい原因は、インドで行われた平成の改革と品商人の思惑のとばっちりからであった。反商解析派の激化と、あずま施設に絡んだ露志官の葛藤、南京政府の平成の改革に対する商人の思惑は、大使商団におけるワシントン政府の経済政策が、帝国主義戦争の一つの印として、ワシントン当局者のからくりによって時局が平穏のうちに解決されると、南京政府は中央銀行を設け、上海造幣商を開いた。珍しく死なない地に戦争がなかったので銀需要の思惑は、これらの悪材料のために前後不覚となり散落となった。北浜界隈も、品財界の大混乱のために、大使商団は不況のどん底に陥ってしまった。私はビルデングの窓のカーテンを開いた。向かいの N マンビルのマネキン事務所には、アメリカン、スタイルの女たちが地面にカードを広げたように、火の絨毯の上でお化粧を始めていた。私は仕事机に座ると朝刊を開いた。すると、そこには付近に焦点を持った大相場氏の S が、いよいよ起訴されたこと、またしても近頃流行する、都会女の自殺が写真入りで報道されていた。金融界の犬の手やからとして犬、
R 与要件を背景として、政党と政党の対立に山氏の貫禄を見せた彼も、内閣が更迭すると義国事件の渦の中に、不治の病を発してしまった。内閣が変わって、金解禁とともに現金通貨に需要が減退して、金融市場は、融資のために市場金利においてコール貸し部の急落、国債、市債の対等等の変化を見せたが、国内における購買力の減少は、町から町に高額の切断面を作った。この界隈の連合委員会の事業振興の決議案にもかかわらず、閑散とした取引市場を取り巻いて、非一日と失業者と、彼らの上が生産余剰と反比例して町の広場に堆積していった。女タイピストがバラの花のついたガーターを、私の眼前で、わざと見えるような位置に足を組んで、五色のオランダタバコを加えた深紅な唇を歪めると、細い箸を、熟練した公平のように室内に吐き出した。この社長室に父が出現するにはまだ1時間の猶予があったので、韻律を踏むように、私は彼女に近づくと、君は不景気に処する道を知っていますか？それとも、君は他の女といった意見を持っていますか？商業地の真ん中で、水いらずにそんな謎のような話をするものじゃありませんわ。あなたのような方は、この銀安を逃さず上海にでも行って金貨のありがたさを味わってくるんだわ。今朝の新聞では日本向け為替相場は急落ている4分のみ。千の寝床を得るのはお安いとこが経済ってものだわ。摩天楼の鏡の面から艶部金を取るために、私は、藍色のカーテンで市街に向かって開いた窓を閉ざすと、それよりか、君のコーセット、ボタンがいくつあるか計算させてもらいたいもんだね。あなたはずうずうしいのね。コミックの女のように肩を揺すって彼女は立ち上ると、部屋のハンドルを荒々しく回した。少し待ってくれ。スカートの短い女の前で自殺する男に対するご意見は、陽気に、口笛を吹いて女タイピストがキビスを返した。目かけだったら、自殺する代わりに結婚するわよ。政府じゃないが緊縮してまでもか。あら、快楽のためにはフォードだって構わない。山あいをシックするじゃありませんか。ご。ところが、午後になると、資産家、重役、月給取り、靴磨き、タイピスト、発給の教員、それなどの人間が急行列車桜、高速翼巡航船、ホテル、陶器常設館、オフィス、レストラン、陶器競馬場、少女歌劇場、それらの場所にいたあらゆる階級人が、驚愕するような事件が勃起した。それはアメリカ資本主義に崩壊の印が現れたことであった。何者のために、プロレタリアの巨団によってであろうか。ところが、アメリカにおけるプロレタリア自身、パニックの最中において米国産業組織の同伴者であった。すると、犯人の武装を解除してみよう。犯人は英国の大銀行団とその背後のフィナンシャーであった。後日になって、ロンドンのサンデー、ビクトリアル氏は左のごとく当日の模様について述べた。ウォール街は、過去において吸い上げポンプと化していた。世界の資本を飲み込み、その後に至るところ空洞を生ぜしめた。ロンドン市場のみでもその地理消費も解くまでもなく、1日数万の米国株式の売買があった。パリー、ベルリン、ブラッセル、アムステルダム、
いずれも電信の速力はいっぱいにウォール街に資金を流入した。大西洋北岸の富の余剰は今や米国株式に変形したと嘆じさせた。このウォール街にもついに破局があった。財界並行速に反した信用のインフレーションはイングランド銀行の利下げとともにその崩落の道をたどった。英国金融資本が、米国産業資本に強靭な波乱を巻き起こしたために、米国資本を背景とした商工都市大阪は、ウォール街を恐怖が襲うと同時に赤鼻女の野暮なアメリカの衣装をつけて財界の迷路に立った。また、金塊相場を暴落させた、ワシントンのヨーロの背景にあったものは、誰か、1926年、恐慌状態にあった銀塊市場に対して、英領インドにおいて組織されたインド貨幣金融委員会が、1927年3月27日、3億5000万オンスの銀持ち高をもって、ルーピーの新貨幣制を決定した。その背後にあって英国当局者は銀売金塊の機微な策略によって狂起していた。資本主義戦争の先端を行く者、これも、犯人は英国であった。突然、伝令が私の耳に亀の甲町にある、綿花綿布倉庫会社の事業停止による賃金不払いのため、従業員のストライキを知らせた。だが、諸君。これは何人のためのストライキだ。6。夜になって襲来した暴風が、町から10日を奪った。午後と、午前の境界にもかかわらず、ラジオが、ロンドンから放送される火曜を電波していたのを疾風の中で私は飲み下した。ここは色の女の皮膚に雷門の入れ墨をしたような夜更けであった。シワだらけの私の寝室をノックする音がして、暗闇から出た女の手が、楕円形の天井を見つめていた私の目前でブドウズルのように絡んで、青いリノリウムの上に MELINS のしごきが夜光虫のように円を作ると、私は暖化された濡れた頭髪を腕の中に感じて、いつの間にか恋愛のマックの中に、ひとときの安息を求めた。めかけ、あなたくらい好きな人ないわ。と、チタコが言った。